無理言って入れてもらった公園なので、なんか場所ハウスライブハウスとかメンバーのスケジュールとか抑えるのに時間がかかってしまって、皆さんにね告知するのが結構ギリギリになったんですけど、私もね、まあココアさんもかな、多分最後のマイカー公演になるので、よかったらぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。多分当日券もあるのかな、あると思うんですけど、よかったらお待ちしてますわ、おにぎりやありがとう天むす。髪型どうしようかな、なんかノアピとパセリから夜公演の髪型決めてくださいって来たんだけど、すごい同じ二人して同じこと言ってるからちょっと地味に笑ってしまった。何しようかな、まだ自分の髪型も決まってないけど、私は昼夜出ます。迷うな。楽しみです。結構久しぶりなんですよ、クリスマス以来かな、まあいいか、クリスマス以来だと思うので、ちょっとね頑張っていきたいと思います。ラスト公演だ、公演とつくものは最後の公演です。頑張るぞー。頑張って、頑張ります。ありがとう。応援嬉しい。今日はね、トラさんコンサートのレッスンをしてきました。もうちょっとしたら全曲終わるかな。もうあと何曲かしたら全曲終わり。いや、3人しかいないからね。なんかこう今までやったことある曲とかでも全部変わるから大変。でもね、私結構ちょっとね心残りがあってね、16人でやりたかった曲が STU いっぱいあって、それをね、なんか16人のフォーメーションが好きな曲が結構あったんやけど、ちょっとそれをね披露できないのが残念だけど、まあそれはね、もう次の子に私のポジションはあげたいと思います16人の、まあ、花垂公演とかでやってないやつがねやりたかったけど、例えばどの曲、まあ、それを言ってしまうとネタバレになってしまうんだけど、でも STU 曲はね個人的にはね16人が好き、うん、まあ託したいと思いますしょうがない。明日行くよ。おお、待ってます。明日アニメートのサイン書いてくれた。いや、まだ書きに行けてないのよ。ちょっとね、コンサートまでには書きに行きたい。何気にね時間がなくて行けてないのが現状。そうなんですよ、明日マイカーやけんね行きたいなって思ったんだけど、こっそり模写してきましょうか。あ、もうもうはい、お願いしますそうですね、よろしくお願いします。じゃあ書き方だけ教えるんで。
そうなんですよ、サイン書きに行かなきゃいけないんだけど。皆さんに託すわけにもいかないので自分で描きたいと思います。ニットの色は可愛い、ワニガトン水色です。でももうニット暑いね、さすがに今日思った。もうやっぱ春だけどちょっと夏寄りっていうか厚めの春、もう昼とかめっちゃ暑い。でも夜とか夕方ちょっと寒いんだよね。だから難しいなって思って、季節が、服の季節が難しい。半袖で着るよ。いや半袖はどうなんだろう。でもさ STU のファンの人半袖率高いよね。公演とか見ててもさ半袖の人多い気がする。会場だからかな、それは。会場の中だと確かに暑いのも分かるかも。まあでも確かに昼とかだったらいいかな。ねえ、私だって今半袖なの外国人と、あとあのファンの人しかまだ見たことない。でもソラハはノースリーブだからさらに上を行ってる。もうさらにさらに上を行ってる。そうなんだよ。公演やコンサートは真冬でも T シャツです。会場出た瞬間は着る。いや、じゃあ会場が暑いのか。広島もう桜散っちゃいましたか。広島はもうほぼ散ってますね。ほぼっていうか葉桜、桜がめっちゃ咲いてるとこだったら咲いてはいるだろうけど、でもほぼほぼ散ってると思いますよ。もう葉っぱだと思う。うん、おそらく。もうねメンバーの動向をね見てるとね、めっちゃコナン行ってるメンバー多くて、ちょっとね早く行かないとなって思ってる。置いてかれてる。でソラハがもう一回見に行ってくれるらしいから、なんかソラハがあんまり理解できてないねんって言って、だからもう一回行くわって言われて、じゃあ一緒に行きましょうってなったんだけど、妹から昨日 LINE が来て、なんかね今岡山で映画見たら私とリネタンの警察の CM が流れるんですよ、映画の前に。でなんかゆうちゃん出てきて草だったみたいな言われて、あーそう今期間限定で流れるよって言ったら、面白かったよって言われたんですよ。だから恥ずかしいって言ったら、いや映画の話って言われました。あーそコナンね、はいはい、コナンの方ね。そう期間限定で流れてるんですよ、見てみてください。多分倉敷とかめっちゃ流れてると思われる。なんか不思議な感じするよね、映画の前の CM って。しかも結構見ちゃうしさ、あんまり携帯映画館で触れないから、私はもう席着いた瞬間ほぼほぼ携帯閉じるから、うん、ちょっとね恥ずかしいですね、見られてるって思うとね。映画といえばあのラストマイルっていう今年の夏に公開される映画がアンナチュラルのアンナチュラルの世界線なんですけど、
6年ぶりに出るらしくて、アンナチュラルの主要キャストが、私最近見返したばっかりだったんですよ、アンナチュラル。だからもう来たってなって超楽しみ。今ね一番楽しみにしてるかも、UDI ラボの皆さんが復活するんだって。絶対見たい。いやそうなのよ、えもう今めっちゃ一番楽しみ。でもね公開日とかはまだね発表されてないから、とりあえず夏見に行こうって思って。誰か好きな人いないかなって思ったんだけどね、ちょっと誰かいないかな。くるくる好き、あれそうなの、それはちょっとくるちゃん。くるちゃんそれはちょっと行きたいね。っていう感じですかね、最近の映画事情は。まあコナンも絶対行くとして、あと異国日記っていうのかな、もうちょっと気になってる映画、ガッキーさんのやつ、あれもなんかすごい、読んだ見たことないんだけど、原作も映画も話もあんま分かってないんだけど、なんか雰囲気がめっちゃ良さそうでちょっと気になってる。ぐらいですかね最近は。最近の気になり事情はそんな感じです。楽しみだな。こんばんは、こんばんは。今日ネイル行こうと思ったんですよ、なんかもう爪が伸びすぎてて下がもう開いてるんですよ。伸びてきてて、だからマイカーまでに行かなきゃなって思ったんですけど、もう朝眠くて、でも朝を逃したらもうレッスン始まるんで行けなくて、予約はねしか全然予約取れなくて、予約取ろうとしたらなんでね、もう本当にコンサートの直近になりました。伸びるの早い。 いやでもこれもう3月の20ぐらいにやってるからもうまあまあ寿命。そうなんですよ、黄色にするんでしょ。いや黄色にしようかなって思ってたんだけど、なんかドラさんのみんなでお揃いにしようかなって思ってたんだけど、じゃあソラハとマイキューが仕事の関係でできなさそうだから、ちょっとねじゃあドレスに合わせようかなって思って。ちょっとね黄色とまではいかない色にしたいな。ちょっと黄色は明るすぎるから、金ぐらいにしたいな、ゴールドニュアンスで。まだ決めてないんですけど、ニュアンスっぽい感じにしたいですね。まだでもねインスタとかでいろいろデザインは見てるんだけど迷ってます、どうしようか。持ち込みもできるっぽいけど、いろいろいろんなお店探してます今は。またちょっとできたら写真載せます。ドレスに合わせようかなって思ってます。かつちょっと STA の衣装に合う感じで決め中。ドレスはもう試着したの？したよ、もう結構前にしました、結構前にしたし、
もうね、なんならみちさんとみなみさんと私のドレスを同時に試着したから3人で写真撮った絶対に見れないであろう3人でドレス着て写真撮った。見たい、え、見たいよね、見せれないんだよこれが、見たいよね。現実では実現することのない世界だった、ちょっとでもすごかった、なんか全然違う、なんかみんなとみんなバラバラっていうか、なんかみんなさ、おのおのの、なんて言うんだろう、希望の色とかそういうのでやってるんだけど、こういうのがいいみたいな。私はなんかデザイナーさんにめっちゃ強く押された案があって、もう本当に3つか4つぐらい案を送ってもらったんだけど、その中で1つだけなんか文章の熱量がやばいぐらい多かった案があって、話を聞いてたらなんかそれがすごいいいっぽくてそれにしましたでもめっちゃいいんですよ、なんかね、もう素人やから全然わかんないんだけど、私がその衣装とか服飾に関して素人だからわかんないんだけど、なんか難しい布の織り方なんだって。それが本当にめっちゃ手間暇がかかる難しい織り方っていうのかならしくて、これが本当におすすめでみたいな。で確かになんかいいような感じがするって思ってそれにしました。でもね、試着した感じよかったなのでちょっと楽しみです。まあでも信頼してる人だったのでね、何が来てもいいんですけど、そんなにね、なんか熱く語ってくれたら嬉しいですよね、うん、会場で見れるの楽しみ、楽しみにしててください。ぜひぜひ、来週か、はあ、早いね、そう来週楽しみですね頑張ります。ちょっとマイキューとソロハは大変そうだけど、もうね話についていけなくてね、寂しさマックス、すごい、もう二人はねもう本当に無理、忙しいって言ってるんだけどね、私は一公演しかないからね共有できなくてちょっと寂しゅうございます。ついていけない、あ、頑張ってね、大変だ、ファイトやで、ちょっと応援することしかできませんが、寂しいんだ、え、寂しいですよ。卒業ドレスの写真のポスター残すんだっけ。いや、それだけ残したいんだけどね、でもね、でもね、ちょっと怖いよ、消されそうな気がする、なんかそういうツール的に、なんか消せるツールみたいなのがあるんだって一括で。でそんな一括で消したらさ、絶対ドレス消えちゃうじゃんって思って、ドレスだけ後で投稿しようかなとか思ったり、かもうツイッター全部消してインスタに投稿しようかな。
残したいなって思ってたけど、どうなんだろう。まあでもインスタだったら残せそうな気もするから、またファンクラブに投稿するかな。そうなんですよ、うまく残してください。いやちょっと私がやってないからな、難しい。ちょっと聞いてみます。そういうことがでもできるのかどうなのか。初見です。こんばんは、おきぽです。 X のアカウントはそのまま継続だっけ。そうです、あのみちゅさんみたいな感じです。みなみさんとかアカウントは新しく作らないので、そのままフォローしてもらえたらそのまま見れると思います。なんかでもツイート多すぎると消すのに時間かかるらしくて、そう手作業やと思ってた。いやいや手作業なんてもう大変すぎるよ手作業なんてねえ、めっちゃ大変じゃんそうだから大変らしいから、この間全部ね手動でちょっとずつ消してきた1000件ぐらい。そうだからちょっと皆さんぜひ保存しといてくださいいやこれスタッフさん大変そうだなって思って、ちょっと自分で消しとくかって思って消し始めたんだけど、よくよく考えたらまだ消さなくてよかったなってちょっと思っちゃった。でもねなんか消しすぎたら消せなくなっちゃって、もうねなんかさかのぼれなくなっちゃった。そうなんですよ、まあなんで昔のもし見たかったらぜひ見ててください。3月のもうなくて泣いた。あそう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 、だから最新のから消してしまったから申し訳ない。ちょっとまあでも3月はあのほぼメールと同じなんで、メールからよろしゅう。大丈夫大丈夫、あの寂しがらないで、あのファンクラブにもうじゃ今度いっぱいあげるから大丈夫大丈夫。ちょ思い出写真をのバーッと並べたいと思います。初リールは永久保存版。ああインスタ消したくないんだよね。でもそんなに衣装載せてないからな、大丈夫な気もするんだけどな。どうなんだろう。ファンクラブ見て思うけど、世に出してる写真ってほんの一部やな、やんな。そうよ、もう30枚ぐらい撮って1枚だけツイッターとかに載せてる。だから似たような写真がいっぱいある、うん、似たような写真がねいっぱいある。もう本当に差分って感じだけど、勝ち抜いた1枚ね。そう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 、
撮った写真は残してる、消してる、え、残してるやつもあるし消してるやつもあるかな。衣装を着てると残せないの、これがまた難しい問題でして、世の中には肖像権というものがありますので難しいですね。でもインスタはどうなんだろう、ツイッターは消えると思うんだけどね、世の中難しい問題でして。そうなんです。こんばんは、こんばんは。思い出を話しながら写真を消す配信とかいいな。え、なんかサイコパスじゃないいや、この時これ楽しかったな、本当にこれ楽しかったな、よしさーくじょって、なんかめっちゃ私やばくない、怖くない、ちょっとできないかも、そんなサイコパス配信は。これも楽しかったな、これも、あ、この子と遊んだな、なんか怖い怖い。だったらね、あの人知れずすっと卒業生には SNS も衣装も楽曲も自由に使わせていいのではと思う。いやー、でもさー、それはちょっとね、甘えすぎだよ。まあ現役の特権ということで。なのでね、ちょっとなるべく衣装とか着たらいっぱい写真撮っていっぱい投稿したいと思いますわ。キちゃんの衣装にもキちゃんの名前が書いてるんですか？キちゃんの名前書いてあります。でも別にキちゃんの名前が書いててもキちゃんは別の人の衣装を着たりします。なんかその時もう体型が一緒の人と大体着てます身長が一緒の人の衣装を着てることが多いです。なんか本当にまちまち、着たり着られたりなんで大切に着ないと。ちょっと待って、お水飲もう。声がガサガサや、失礼します。自分の名前が入った衣装があるのは嬉しいよ。嬉しいですよ、もちろん。メンバーの誰が引き継ぐんやろ。まあ似たような身長のメンバーでしょうね、大体こういうのは。私誰の着ることが多いだろう ちょっと待って、お水飲もう乾燥してる季節ですね一番最初にもらった名前の入りの衣装って何ですか？あれです、水色と黄色の衣装ですあれが一番最初の名前入りの衣装ですね。わあ、
それはねよく覚えてます。うんうん。名前、卒業したメンバーの名前入りの衣装もまだありますよ。なんかそんな名札ってあの取り外しできるような感じじゃないので、もう縫い付けてるので、うん、卒業しても剥がしたりはしないんですよ。なんでそのまま、はい、あります。懐かしい名前とかありますよ。うん、お見送りで投げキッスは反則だと思う。打ち抜かれそうになった。投げキッスよくしてます。明日の公演はおきちゃんとの出会いのグッズを持っていくね。なんだろう、楽しみ。楽しみにしてます。明日は公演や。インスタのストーリーバキバキに閉まってるね。そう、お腹はね、お腹はね結構閉まった、閉まった方かも。イエーイ。やったぜ、初のマイカー公演。おお、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ見に来てください。明日来る人どんぐらいいるんだろう。待ってます。でもあれかな、言うの遅かったからなかなか大変かな。はい、お、ありがとうございます。広島日帰りします。え、やばい、嬉しい、大変だ、ありがとうございます。日帰り嬉しいですね。頑張ります。公園だ。広島にたくさん来てくれてありがとうございました。私のファンの方は関東のファンの方がすごい割合的には多いので、結構ね無理をたくさんさせてきました。これからはねもうちょっと会いやすくなるのかなと思います。まあね、その分瀬戸内のファンの方はね遠くになっちゃうんですけど、こっちの方でもねなんかあしらできるように頑張ります。うん。ご活躍期待しております。ありがとうございます。頑張ります。舞台の予約始まるね。そうなんですよ、もう早いね、6月。何気にめっちゃ緊張。なんか事務所の人が、まあ、初めてだからってこう結構なんていうんですかね、ワークショップとか推奨してくださってて、私も本当に演技のこと初心者っていうか本当に素人なので、ちょっとねいっぱい勉強していきたいなって思いますこれから。頑張
張ります。もう練習は始まってるの。まだです。まだ台本も来てないけど、初演の映像を見させてもらってるので、それを見て、まあ、流れはこういう感じかなっていうのを把握したりしてる。ちゃんとできるか心配そうよね、皆さん多分私がねお芝居するなんて多分思ってなかった人も多いと思うから、すごいねハラハラドキドキだと思うんですけど、ではね頑張りたいと思います。いっぱい勉強したいと思いますなかなかねやる機会がなかったからね。びっくりしてると思うけど、頑張ります。まあでもね、皆さんが見に来てくれると信じて、アウェーではないと信じているので、きっと頑張れると思います。うん、もう東京の物件決めたの。決まってますよ、引っ越し日も決まってますでもまだやってないことが多いんですでね、この広島に合間にもいろいろやっておりますそう、手伝いましょうか人手が足りないからね、手伝ってほしいな。全部一人でやるから大変。前はね広島に来るときは家族とかがたくさん手伝ってくださったんですけど、今回はね東京まで親を呼ぶのは大変なので、全部ね自分でやってますよ。手伝いたいけど手伝うと住所分かっちゃうからね。え、でもなんか遊びに来てほしいなんか人が遊びに来たら綺麗を保てる気がするんだよな。待ってます。人を呼んだらさ、なんか部屋って綺麗に保てるよね。私もメンバーが来る時だけめっちゃ綺麗になる、うん、でも君たちはちょっとなんかよがらぬことをしそうだから、いやどこかな、本当はみんなを呼んでホームパーティーしたかったけど、ちょっと天秤にかけるね。部屋が綺麗になるメリットとホームパーティーする楽しさと今後の危険度をちょっと考えてみるね。ですごい、あの天秤がありえんぐらい傾いたんでやめておきたいと思います。気持ちだけ受け取っておきましょう プロジェクターを送りたい。え、プロジェクター買おうかなって思ったんだけどさ、いいのかねプロジェクターってすごいね。え、ちょっとね迷った。この今あるテレビを広島の土地に置いてプロジェクターを買うか。でもねプロジェクターメンバーのみんなにね、いるかなって言ったら、いらんでしょって言われるんよね。そうなんかな。でも憧れはあるんだよね投影するの。あのさ照明と一体化してるやつ、何気にさ人の家でもプロジェクターって見たことなくて、でも遮光カーテンとかだったら昼でも使えるのかな。
今はね、私はねあれですよ、なんかテレビはあるけど、テレビがなんか機能があんまりないから YouTube とかが投影できないんですよ。だからね、あのパソコンで見てます、 YouTube とかNetflix とかアマプラとかか、もう携帯で見てる。だからね、ちょっと確かに不便っちゃ不便なの。でもね、思うんだけど、携帯スマホをね、なんか何もその例えばパソコンとかでネットフリとか見てたらスマホが開いてるじゃないですか。だからスマホでなんかツイッターとかめっちゃ見ちゃって結局見てないってことがあって、だからなんか携帯をそのままこうやって立てて見てる方が意外に見てる。なんかご飯食べる時とか、なんか携帯を使えない状況にしてる時の方が集中して見てる気がする。なんだろう、本末転倒。そうなんですよ、何なんだろうねあれって。たまーにあります。集中ができてない。iPhone 依存症。そうなんかね、まあスマホは依存症だけど、スマホの画面小さすぎて目が辛いです。私いつもあれよ、スマホでアマプラとか見ながらその画面をさらにちっちゃくして大画面をツイッター見ながら見てるよ。もう最悪だよね本当に。もうどっちをメインなんかわからないぐらいの見方してる時ある。でちょうどいいかったですよ。それだとなんか目が両方に行くから。でもまああんまり良くはない見方をしているんだろうなって思います。スマホが最大の敵だからね、集中力の。そうやね。それでストーリーを終えてるんですか。まあまあ終えますよ。まあ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 。でも2周はしないとちゃんと理解できてないかもしれない。よくないね。あー、おにぎりだ。明日は引っ越し用の段ボールが届くので、やっと箱に詰めてきます。やっと荷造りできる。全然してなかったのでね。もうここでいかに断捨離をするか、ここでいかに断捨離をするかでミニマリストへの道がかかってます。頑張ります。もうね大変よ。トラックを見送るのも一人なんか寂しくない。じゃあ来てよ見送りに。走ってね、トラックを追いかけてよ、よろしく。一人だよ、頼むで。本当にお来ちゃーんって走ってね。
待ってるから私な泣くねいや私そんな私はあれだわ、トラックには乗らないわの荷物だけだそんななんか電車みたいななんか田舎から東京に行く、なん帰ってくるんだぞみたいな、おーい元気でなーってそういう感じ。広島駅でやろう。確かに。え、隣のトトロの最初みたいに荷台に乗ろうよ。え、乗りたいけどなんか令和でやったらすごい違反になりそうあれ好き、隣のトトロの最初のシーン、めちゃくちゃ荷物乗っかった軽トラみたいな車。あれ好きですよ、あのシーン見るの。東京ではタワマン住まい。いやでも将来的にはタワマンの 1,2 階に住みたいなっていう夢がある将来的にはタワマンの最上階じゃなくて最下層に住みたいっていうあのちっちゃい夢はあります。まあ、ちっちゃくはないか、大きい夢があります。タワマンの意味あるんか。いやタワマンと同じ設備を使いつつかつ上り下りがめんどくさくないけど、ちょっとエレベーター一緒になった人が100階とかで自分が1階だったら気まずいから、階段で上がれるぐらいの 1,2 階がいいかもしれんっていう密かな夢を持ってますやっかいもないか景色は求めないの。え、求めない、だって外出ないし空見ないもん。日当たりは、日当たりも求めない、だってカーテン開けないもん開けないからね。今ね日当たりめっちゃいい部屋なんですよ。もうめっちゃ腹が立って、もうカーテンバチャ閉め、もうちょっとでも光入ってきたらうわー目がーってなるから、うん、めっちゃ閉めてる。やばいよね光に腹が立ってるの。うわー、目がーってなるから、うん、本当に向いてない。暗めで生きていきたい東京の物件はどうやって見て決めたの？あー、なんかマネージャーさんと一緒に内見に行ったんですよ。でその時に、まあ、私は東京の土地勘が全くないので、事務所の人にここは本当に治安がいいからみたいな、だから治安で決めたかも、うん、治安第一です、治安で決まりましたうん、
夜に気軽にコンビニ行けるぐらいの治安がいいです。確かに。コンビニでアイス買っちゃダメって言うよね、一人暮らしは。なんか防犯対策でアイス買うぐらい近いんだって思われるからアイス買っちゃダメなんだって。アイス食べたい時どうしよう。そう言われる。なんか一人暮らしでやっちゃいけないこと5選みたいな動画見てたら、なんかコンビニでアイスは買わないみたいな、よく出てくる。お弁当もあれよ。そうなの。あと男物の傘を玄関に置いとく。あとピンクとか女の子らしいカーテンを使わないとか、なんかいろいろあった。大変。大変なり。頑張ります。でもね、今もね、一人暮らしなんですけど、結構確かにそういうのはしてて、もう真っ黒の、もうなんていうんですかね、もうおじさんしか使わないような、もうなんかかっこよすぎる傘みたいなのを置いてる。ここには紳士が住んでますよっていう。最初はずっと玄関の外側に傘を置いてたんだけど、一時期の広島カメムシテロが起きた時に傘の中にカメムシがめっちゃ入ってて、もう怖くて今はでも傘を外に置かなくなった。なんかあの、私こう閉じないんですね、傘をそのまま、なんていうんですかね、置いてるんですよ、かけてるんですよね、ドアに。そしたらこの開いた傘の中に紙がでこうパッてやったらバババババッとついて、いやーって時があったから、あのそれ以降はね置かなくなった。怖いでカメムシは。怖いでしょ、一番怖いよねこの話が多分。カメムシ騒動懐かしいねえ。なんか私も写真ホルダー見返したら、マネージャーさんがカメムシを退治しに来てる動画とか見つけて、なんか本当にごめんねって思った。申し訳ない。閉じればいいんじゃん。でもさ、雨の日にさ傘使ったらさ、なんか触りたくなくない？もうそのまま置いて乾かそうってなりません？だから乾かしてる、いつもそのなんていうのか、閉じずにそのままの状態で乾かしてる。そしたら乾いてもカメムシが入り込んでた。あの大量発生何だったんだろう。怖かったな、怖かったな本当に。関東はそんなにいなかった。そう、じゃあ田舎だけだったのかな。田舎っていうか、でもね、天候にもよった気が出るんだよな。なんか何とも言えない絶妙な天候の時に現れてた。寒くなったらいなくなったけど、ツイッターとかすごかったよ。すっごいもう集合体恐怖症みたいな動画、
っちゃ流れてたよ。怖かった。56分だよ、ありがとう。誕生読もうかな。オキポの現れる条件知りたい。いや、オキポ外出ないからな。もうなんか100万円とかがあの道にいっぱい落ちてて、こうなんかヘンゼルとグレーテルのあのパンの道みたいになってたら現れるかもね。ヒュッ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 って現れる可能性はあるかもね。うん、でもそうでもしないとついていかないよ。いやでも捕まっちゃうわ。教えるお金拾ったら。ちゃんとでも警察に届けて、で持ち主が現れないことをちょっと心からお祈りして、現れなくてもらいたい。最低最悪や。嘘です、本当に嘘なんで信じないでくださいね。私はちゃんとこれが持ち主のためにね、あの帰ることを祈ってます。ちゃんと祈ってますから、本当に。じゃあ壇上も13位から読みたいと思います。13位、りょうにゃさん。12位、しゅうじさん。11位、しおさん。10位、しゅ、ほくさん。9位、ジェリーさん。8位、たかひーろーたかさん。7位、トマトポさん。6位、マグさん。5位、エリオさん。4位、バンブシさん。3位、マッカさん。2位、むしおとかさん。1位が、こぼちゃさんでした。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。明日はマイカー公演なのでね、1日に公演よろしくお願いします。頑張ります。配信見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。明日は事務所久しぶりに寄るので、お手紙とかも受け取りたいと思います。ありがとうございました。あ、プレゼントもね。DMM で配信います。お、ありがとうございます。手紙送りました。お、やっとか、待ってます。楽しみだもん。バイバイ。ありがとうございます。わあ、さやかりんがこの映画一緒に行きたいらしい。え、行きたい。でもさやかりん、リコチと言ってた。行きたいな。ソラハとも行こうと思ってたら、ソラハももうパセリと言ってて、いや私行かしてもらうんって汗汗してる。ツン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 。ありがとうございます。